アルティミシア、ここはあんたの場所じゃない。大切な思い出の地なのだぞ。だったら、なんだ。この場所もいずれ時の彼方に圧縮される。思い出の地を破壊され、不確かな記憶に壊れゆく哀れなシード、私はその時をただ待つのみ。俺の思い出を混乱させて心ごと壊そうと。惑わされぬなら壊すまでです。させるわけないだろ。そのために俺たちはここに来た。たかが幻に随分勇ましいのですね。幻だとしてもあんたなんかに踏みにじらせはしない。その言い方、気に入らないとダダをこねる子供のよう。気に入らないから世界を潰す。あんたも似たようなものだ。そう、そうかもしれません。そしてパラミティアの戦士もそれは同じ。何のことだ。混沌の濁流で世界を破滅へと導いた。それは安心なさい。時間圧縮が終われば過去の過ちもいずれ消滅するでしょう。消えてほしいわけじゃない。忘れたいわけでもない。気に入らなかっただけだ。ならばなおさら、あなたたちは私と同じ。皆自分のために世界を。いや違う。変わらない。私たちに違いなどありはしない。確かに俺たちは一度世界を壊したかもしれない。でもあんたみたいにただ壊して終わりじゃない。何が違う。壊れた世界で残ったものを守って変える。あんたなんかと一緒にするな。くだらない、くだらない、くだらない。壊れた世界に残るものなど何もない。お前たちに守るものなどありはしないのだ。ある。たとえ世界が壊れても消えないものは必ずある。お前たちの大好きな絆とやらか、思い出も約束も全てまやかしだ。そんなもの私の世界には存在しない。見えてないだけだろ。見えないならばないのと同じ。腐った種よ、思い出ごと消し去ってくれる。すべての存在を否定しましょう。マリスに構ってられないか。獅子の心。ひしがれい。なりふり構ってられないか。時にどうした。油断したか。
敵には慣れている。邪魔する奴は蹴散らすだけだ。 消えた。逃げただけだ。アルティミシアの目的が俺の思い出を壊すことなら行き先は予想できる。行くのか？ああ、俺の使命だ。ついてくるなよ。ここから先はパラミティアじゃない。俺の思い出に踏み込まないでくれ。一人で大丈夫か？ 俺は一人じゃない。だから帰らないと。帰り方は？帰る場所を思い浮かべるんだ。迷子にならないように。時間、場所、一緒にいた人、思い出や約束を頼りに圧縮された時間の中を元いた場所に向かって進む。 思い出、約束。アルティミシアには帰る場所がなかったんだな。魔女の帰る場所か。考えたこともなかったな。覚えておく。そんなに大事なことか？俺も魔女の騎士なんだ。いつか役に立つかもしれない。
覚えておかなくていい。あんたの魔女にはあんたとの約束がある。だから忘れていい。戻って来られても面倒だ。あんたは約束のことだけ考えたら。そうだな。あんたも俺もきっと忘れる。時間圧縮は終わったんだ。あんたが止めたからな。俺たちだ。人の心配をしてる場合じゃなかったな。思い出、約束、時間、場所、一緒にいたい人、か。よく覚えていないが、悪くない夢だった気がする。おはようございます、お兄様。今日も絶好の魔物退治日和ですよ。なんだそれ。
獅子は倒れない。強さと孤独は隣り合わせだ。たってみろ。た決める。獅子は倒れない。よし、獅子の心を受けてみろ。くだらない任務だ。
獅子の心。強敵には慣れている。邪魔する奴は蹴散らすだけだ。死ねえよ。なりふり構ってられないか。よし。獅子は倒れない。これで終わりだ。全ての存在を否定しましょう。なりふり構ってられないか。完全なる否定を。悔やむがいい。受けてみろ。強敵には慣れている。獅子の心。決める。時に獅子は倒れない。めんどくさいの片付ける。負ける相手じゃない。決めたんだ。